まだ59分だった慌ててるーはいえー、ええー、え慌てて出してしまいましたええー、ちょっとちょっとねちょっと早めに来ちゃったんですけどスタートということでもういいですねちょうどちょうどいいや始めましょう始めましょうあれどう,ど,うどうした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  今変なボタンを押したのか俺は大丈夫かああ始めますこんにちはこんばんは、えー、そうですそうです、えー、私が、えー、清水博士です清水博士といえども、えー、清水博士はたくさんこの日本にいっぱいいますが清水博士といえどもこうやって、えー、皆さんの前で喋ってる清水博士は私一人です清水博士です、えー、こんにちはこんばんはリスナー視聴のオープニングちょっと好きでやってます続けて さささてさてさて、えー、っとそうですこれちょっと見てもらってわかるんですけどね今日は登山家の方とかねショーの話なんですけどはいーですショーですこのいろんなね賞をね取、えー、った話なんですよ。あのちょっと見てもらっていいこのこのね、えー、これ何だと思いますこれすごいこれはちょっとすごいんですよ C 型肝炎の治療薬ですよね。これを作ったた発見した これです。ノーベル賞ですこれがノーベル賞だったんだとチョコみたいですねめくったら食べられるのかなと思ってね、えー、言ってしまいますけどもさあこの今日はこういうね、えー、こういうまあ、ノーベル賞もらったらそれは科学者は嬉しいとそしてね科学者だけじゃないですよねこの登山家も嬉しいんだっていうことでちょっと登山家とか登山とかスポーツについて考えてみたんですよ。うん。なんかちょっとねこれ今日はね怒られるかもしれないんだけどまあ、例えばだけどこの あれですよこの C 型肝炎の薬作ったっていうのはもうちょっとわかるわけよ。なでかって言うとその俺 A 型肝炎になったことがあってすいませんそうなんないって人はかんないんだよなあれつかったんだあれは完治するものなんですよね A 型肝炎は関治する C 型肝炎 B 型肝炎は完治しないんですよ。完治しないというかまだ完全な治療薬見つかってない B 型肝炎で苦しんでる人もいると思うけど。 今の清さんんもそうだったんですよすごいいろんな治療をして完全には治らなかったのかな一回かかるとねまだね、えー、完治するってことはできないものなんですよ医学でと言われているんですで C 型 B 型肝炎は、まあ、輸血だったりいろんなことで性交渉から入ると言われているものなんですねで C 型肝炎っていうのは輸血とかからほらだからほら、えー、緑十字とかあったじゃないですかあの輸血製剤にそういうすごくよくないものを使ってて訴えられた川田さんに訴えられたやつが当たりましたよね。 ああいうようなものですよ製薬会社が多いっていうようなことやってかかった人もいるんですねだからえ私いろいろ気をつけたのに医者の特定でかかっちゃった注射針からっていうのもありましてそしてそれ治らなかったんですよね、えー、だからずっと薬飲んでてある種のことは避けて生きていかなきゃいけないっていう、えー、非常にいつも、えー、自分の、ね、若をこう意識しながら生きてなきゃいけないっていう非常につらい、えー、病気だったのが。 これはね、でもこの治療薬ってのはノーベル賞だなっていう、こういう時にノーベル賞意味あるね。で、やっぱり人知れずやってきたことで、やっぱ賞があるっていうのはですね、やっぱりやっててよかったなっていう、我々そういうのが、科学者の人でもあるんだと思いますやっぱりノーベル賞もらってたら、報われたというかね、で、もらえるのは一部だから、全部の研究がなくて、それ報われなかったとは思えないと思うんですけど、やっぱりね、気になるものなんでしょう、これ賞があるからにはね。 なんで俺は,俺は自分の,あの業績に納得している俺の研究は本当にそんなのはね褒められたくてやってることじゃないんだちょっと暗かったね褒められたくてやってんじゃないんだ,だ誰に褒められなくても俺の研究っていうのは意味があったと信じているあの子の笑顔を、ね、信じていると思いながらもでもなんであいつなのかなとかね俺の研究の方がっていう思いはこのノーベル賞っていうものができてから もうずっとその取れなかった人以外はいろいろに「うーん」って思いを抱えてきてきたことは人生を長く生きてきてですね賞よりも賞を取れなかった方が多い立場でいるえ私のような普通の人代表ごめんなさいみんな巻き込んじゃった普通の人代表はやっぱりね取れなかった方の気持ち「うーんなの研究は俺も考えていた」とかねもう「あれ俺口に出さなかっただけだ」とかいろいろ言いたいことあるんでしょうけど。 いろいろな皮肉な思いもなくて C 型肝炎の薬は本当に見つかってよかったなと思うよ本当にそれは苦しんでいた人も知ってるしなんとかねみんなに配って早く早くこれさり薬作ったのもいいけど配ったって人にもノーベル賞をあげてくれない急いで届けたでしょとかほら。 阿佐ヶ谷の七夕祭り今年中止になりましたけどあの歴代の、ね、もう各店舗がわわ七夕の飾りやるんですけどもいつの日かねもう特別な賞はみもうみ誰かにあげじゃないみんなにあげるっつってね頑張ったでしょうとかねもう一息だったでしょうとかね惜しかったでしょうとか全員に賞をあげてるっていうあの感覚でごめんこの薬を届ける早く届けて届けた人にあげて届けたでしょうみたいなそう思いますよ、ね、で賞なんですこれね賞って俺今出されて言ってんじゃないから本当にね こういうことをね、言ってくる人はもうお友達にはなりません。ね。本当に。C 型肝炎のは僕はもうびっくりしました。本当に。C 型肝炎治ったっていうのはすごいことですよ。いやいや、C 型肝炎はだからこの薬がちゃんとあれば完治するってことなんじゃないか。これはすごいことだぞ。俺本当にね、泣きそうになりましたよ。で、やっぱノーベル賞をもらうっていう意味とかも出てくるんですけど、こっちの方です。登山家の賞ョーマンですよ。知ってたこれ。登山家にはね、えー、 ピオレドールショーっていう金のピッケルピオレピオ・ール賞金のピッケルのことです。金自治賞みたいなもんだよねベネチアのね。金、金のピッケル欲しいんだろうなぁと思ってね。これね、日本人のコンビが取ったんですよ。もう素晴らしい業績でえこの方の名前がですね、平手和也さんと中島、これは武郎さんというのかな。 えー、方なんですね中島さんと平手さんでこの緑のーパーカー着てる方が中島さんななぜかってさっきインタビューちょっと見てましたからこれはねもうこの人たち言ってましたもう何でもらえたんだろうってこれ驚きですねって言うんですけどこの平手さんとかは他のなんか賞とかもいっぱい取ってる人だからまあなんとなくですね僕はちょっとおめでとうとと,ともに「いやいやまさか僕らが取るなんて想像してなかったことはないんじゃない?」なんとなく「今年来るんじゃねえ!」みたいなちょっとあったんじゃないですかっていう気はするんですけども。えー ここでですね、登山家っていうものがどういうものなのかもちろん僕は登山家じゃないんですただちょっと登山家のことを少し知ってる登山家の端っっこにいるる人を知ってるんですよ。だからねちょっと今日は触れざるを得なかったんですこの顔を見てわかると思いますけど登山家の端っこにいる人を知ってるってことがイエーイっていうことじゃない。 ちょっと問題を投げかけて波紋を投げかけてる俺の心の中にざわつかせてるってことはもうこの入り口で皆さんに分かってもらったと思うんですけれども何かというとですね今僕芝居やってますよね、えー「カムカムユニキーナ」という。 えー、劇団の演劇10月31日に鈴なり下北沢で始まるお芝居なんですよ。このコロナ禍ですごく万全の体制を整えてね今コロナと我々もマスクして本当に息苦しい中もう休憩中も離さずに遠く距離を取り消毒をし靴まで消毒してもうあらゆる体温を分かりやってるんですけどその芝居をやっていてですねやっぱ稽古が厳しいんですねめちゃめちゃ。 えー、でですねそのなんでこの登山家っていうその登山家の話をした理由はですねそこなんですよその演出家の松村武さんという方がいるんですよ八嶋智人君の高校の時の、えー、友達で陰、まあ、と陽みたいなですねもう名コンビでありながら何かいがみ合ってるトモトジェリーみたいなコンビが八のり人君っていうのはもうテレビで皆さんご存知のその人に唯一無限に厳しくできるっていう友人であり演劇仲間なんですよ八島をボロクソに言える唯一の男なんですね。 で松村っていうその武志っていう男がですね登山が好きなんですよ。だからねここ引っかかってなぜそういうことなのかというとですね彼は登山演劇を登山のように。 展開していくんです今日の稽古も非常に厳しくてですね初めての立ち稽古なんですけどもう立ちながら走りながら大道具を転換しながらセリフを言うっていう状態でですね僕54なんです落ち着いて喋りたいんですねもうねボロボロになり若手の役者から白い目で見られるします苦しかったですよもう苦しかったんです。 でね登山だって分かんで苦しいけど一気にやらせるんですできないとね冷たく見られるだけで怒りはしないんですけど明らかにみんなから「今セリフボロボロになってたよね」っていうもうだって自分でドアとか次のシーンの持ちながらセリフを言ってのかしながら走るし地べたを這いずりながらセリフを言って「おい」とか突っ込んだりしながら舞台を歩き回るんですよ。普通ね人間ってねあの何かやりながら他のことをやるってねつ一つ半まで。 3つ四つ抱えたらできないんですけどみんなやってるから俺も必死にやるこれができなくて、えー、最後に軽くを通そう20分を打った時も,もうやめてくれと思いながら命懸けでやったらですねメロメロになりながらセリフボロボロだけど通せたんですで松村君という人のですねちょっとこの登山の絵をバックに聞いてください。登登山だっていいいいうのはですね、苦しととこ登り切ると気分がいいよ っていうこととがあるんんだと思うんですけど今日ね、この苦しさで、もう後輩にも全然相手にされない、自分のセリフ一生懸命言いながら、だらだら汗かいて、一人で書いてるんですよ。で、遅れる、セリフがう、ううってなる、苦しい、ね、それでもやんなきゃいけない、納得いかないまま次のシーンに行く、どんどん時間が流れていく、目まぐるしくね、走馬灯のようになっていくんですよ、死ぬ前のように、ね。通してやった時に、ボロボロながら最後までやるとき、皆さん、悔しいながら、非常に不幸意なんですけど、気分が良かったんですよ。俺頑張った なんとか上機嫌になって後輩に話しかけたりしてこの人何このアップダウン激しいなみたいなまた昨日得られたみたいには <laughs> いとか適当に話し合わされちゃって面倒くさい先輩やつかされたんですけど父さんの 苦しさと面白さって苦しい時間がついたら急にね絶景が見えたりして気分が良くなるってことを僕はねなんでこれしてるかって言うとその松村君と北竹ってところが上がったことがあるんです日本で2番目に高い山ですそれ6月にまで雪が残ってるその時に本当に命を落とすんじゃないかっていうぐらいもう想定外のことが起こりテントは崖のギリギリまで押されで眠って真っ暗になり道は間違ええー、山の尾根をずっと5時間も 突風に吹かれながら落ちたら雪原に落ちてって必ず僕は今ここにいないとこういう状態で出てきてるよばっかがあってオラは死んじまっただよっていう状態になるギリギリの大体装備もないのにねねピッケルもないフリークライミングを登る雨になったとかね僕はもう地獄のような思いをしたんですよ。でその時も冷徹な演出してる時のように芝居の「時間がないこのまま行ったら清水さんのせいで」。 後の4人が死にますみたいなこと言われてこれ似てるんですけど松村君もう僕ね本当にね本当に死ぬんじゃないかと思ってなんで登山なんかやるのって松村君に聞いたことあるんです最後に2泊しまして降りてきてもう下りの方がきついんですこれ登山やってる人知ってると思いますけど登山をやめる人の中にね下りの時に膝が耐えきれなくなってやめるって荷物をね20キロぐらいでしょってね「無理です」「膝がボロボロになって帰ってきたんですよよよたよた」。 でね、もう命からがら電車に乗る前に松村君にカメラ回してねえ「父さんって何が面白いんですか?」って聞いたらね「どんな時にやっててよかったか?」って言ったらね降りてきて「生きていたああ命を落とさずに済んだんだなって時ですね」って聞いてもう絶好だと思ったんですよ「プラマイゼロじゃねえかそれじゃ」<laughs> と思って <laughs>。 今は芝居やってるんですけど僕その印象があるから登山やってる人って頭おかしいんじゃねえのって思ってたんですよね。偏見があることは許してください登山ってもうこの人たんですよねえのって思。だって今日もねその人の登山日記とか調べたんですよちょっと聞いてくださいよ平出さんと中島さんね。もうねあのちょっとすごいんだよ。まずねその世界で2番目に高い山かなんかを登ったのかな。 K1 ってのは見える K1 って山が、まあ K2 だったかないやあのいや本当にね途中でさふ雪いちゃってもうあと、えー、なんで1 0 0 0ルか何かのところ5 0 0ルとか登れないで2日間テントの中にいるっていう暮らしをしててそれ自分たちでカメラで撮ってるんだけど憔悴しきってるわけきつ寒いなこの寒いのがたまんねえたまんねえなとかもうねつらいんですよ。 僕はね、もうすかさず思ったんです「やめちまえば」って思うんですよつらいしつらいし凍傷になっちゃうとかね鼻水が凍っちまったこのままじゃになっちまうよ酸素が薄くて夜寝られないんですよとか言ってるわけね動悸が激しくて危ないですこのまま心臓負担かかり続けてるんで危ないですねもう俺がお母さんだったりも降りてきなねカ和也たけろもうお母さんのために降りてきないよもう。 ななんんんでそんな辛いいことしてんだい誰に頼まれてんでもないだろやめちまいなよって思うんですけど何か意地をあるんだよね辛ければ辛いほどお登山家って何なのあれねみんながやめらめろって言うとねこれ逆効果なんです多分でね中島さんは信じられないことにご結婚もされてましてそれもちろんねセクシーだし立派な男性だしね多分自分をコントロールする力もすごいし立派な男だと思うんですよこれられる人にね。だけどさ あの2人目の子供が生まれるっていう時にね山登ってるんですよ何やってんのってこの人は読んな、ね、何としても帰らなきゃこんなとこで死ぬわけにいかない漆器書いてるんですよその山のねテントの中に取り残されてもう一日の食料を4分の1のちょっと食べて何とかも出してる2人で分けてって4分の1を爆発に割って8分の1ですよねたらね2人目の子供が生まれるんだ何としても帰らなきゃいけないっていうか登るなよって思ったんですよもう知らねえよっていうことだらけなんですよね。 でねなんかねあとでインタビュー答えててねもう俺は笑うしかなかったんですこのもう頭おかしいんじゃねえのかなと思って尊敬しつつねこれちょっと俺もう本当にその演出家と同じ目で見てたんだけどもうだってこう言うんだもん、えー、何が一番怖いですかって言われたらさその吹雪の中閉じ込められた時とかさ命の危険感じる時とか言うじゃん素直に言えばいいじゃん普通の人間したらこの人たちんて言ったかって言うとねえー、怖いっていう気持ちがなくなった時ですね。 もう全然意味が分かんんなないですそんな哲学深すぎて普通の俺たち分かるように言ってください一番怖いのは怖いって気持ちがなくなった時ですもう分かんないその禅問答みたいな境地は、ね、いやこの誇らしい顔見てよそれは最高の気分だったと思うんですけど僕ね正直言うんですけどこの人たちってもちろんすごいよ世界的にもすごい人だからねでもそもそも考えてみてよねえそれってさどうしてもやんなきゃいけないのかね 生きるか死ぬかのところでやってで死んでる人もいるわけですよで生きて帰ってきたってすごいけどその後僕ねシリアのニュース見ちゃったんですよあのー、シリアって今大変でなんかほらいわゆるシリアの国服ねアサド 大統領っていうのは独裁者でそいつをみんなでヨーロッパのやつが寄ってたかって引きずり下ろしたら結果内戦になっちゃってこれヨーロッパの責任は自分の国の政治みたいにはいかないやっぱりある種ああいう本当に砂漠の中は厳しいなんかかなりきついやつがリーダーじゃないとまとまらないんだってことを証明してしまったんですけど結局政府運反政府運だからアイシスね いましたよ、ね、アイシスっていうなんかもうすごいテロリストたちとかロシアとかいろんな人が絡んできてもうボロボロになって国が。で結局シリアの人は今食べられないんだって5、えー、人家族で月3 0ドルで暮らさなきゃいけないって30ドルだから傭兵に行くんですよ。でリビアの傭兵に行くんですもう地獄だよね。リビアって国も欧米が寄ってたかって石油利権でボロボロにしちゃった国ですけどカダフィを退治するとか言ってね公開処刑ですよあんなのリンチさせんでそそここがボロボロロになってそこの。 今利権を漁ってんのはロシアとトルコだって、トルコって結構怖い国だと思ったんですけど。 あんまりひどいことすると、それこそ、えー、ソープランドの昔の名前復活させるよって脅してもいいと思うんですけど、僕、トルコっていう国は。結構いろんなところにくちばし挟んできて、かなりの権力を欲しがってるトルコとロシアで、えー、それで結局、ね、関係ないじゃないでどうするかって言うと、シリアの人をですね、要件使うんです。敵味方の場合って、シリアの人は殺し合ってるってのを見たときに、そういうふうに死ぬ人を見たときに、ごめんなさい。じゃ比べちゃいけないんですけど、ニュースで並べてっからさ、NHK は。だとしたら、命大事にしようよと思って。頼むよ、もう。 いや分からない分からない正直分からないけどなんか何かをやらないと気が済まないっていうやっぱりそのね生まれ落ちての登山家だって分かるんですけどあの2人目の子供を生まれる時にそんなさ 8,000m 以上上に行かないようにしょ2人目の子供も生る時は 3,000m 上に行くのはやめよう来ただけぐらいにしとこうよ本当にに。 なんか言ってたのはね、そのニュースの紹介の仕方もちょっと無理やりでさ我々今混迷の時代を生きる力をこの人たちは与えてくれますっていうんだけど <laughs> 参考にならなすぎないちょっと我々レベルの困難と違うしもうその困難。 で我々レベルの困難で大変だな生活もとかさ仕事もなかなかでもこの給料で我慢しないと転職しても駄目だろうないよいよクビになるかもしれないなどうしよう家族ってこととわざわざ冬山に登る危険とはちょっとチャレンジの意味が違うし僕らは思うじゃないですかそんなに辛いならやめればいいのにって思うし、ね、もう山登りあの人たちが極限に挑んでる山登りを見て、ね、勇気を出しましょうって言われてもいや登らねえしこういう時。 言うんで何を参考にしていいいかよよくわんんないんだよ、ね、いやもちろんすごいスーパースターですけど俺そういう意味で言うともう登山にだけじゃねえよありとあらゆるもの賞とかもらったりさ人前に立って何かやるってことも含めてさこの人たちはさ結局やりたいからやってんのよもうなんかそこに山があるからとか言ってる人大丈夫昔なんかマロリーかなんか登山家がうるせえってことでしょ。 山のせいにすすんだってことですよお前が選んでんだよそこに山があるなぜ山に登るんですかそんな思いしてそこに山があるからです嘘つけっつうんだよお前が山探して見つけてんだろ隠れてんのに山引きずり出してここにありましたとか言ってんだろっていう話なんですよで行ったら全部のもうスポーツとか全部格闘技もそうじゃないですかボクシングまあこれやむにやまれない貧しかった育ちでボクシングに逆転するっていうのもあるけども結局じゃあ僕ら何で褒めてんのかってことですよね。サッカー ね、野球イチロー選手だともうイチロー選手すげえよだからさちょ,ちょっと変えてみて観ン一イチロー選手がさあんな風にヒットを打つっていうルールの隙間を打ってさいわゆるロングヒットじゃなくて内野安打を打つっていうすげえ内野安打って足が遅かったらアウトなんですよでダッシュでいって足が速かったからセーフになったギリギリセーフってことを繰り返してるある日さこう思わないそれがどうしたっていうそれって本当にそんなに重要なことっていうか 褒めすぎじゃいか全体にっていうサッカーの選手のすごいストライカーのシュートとかもねクリスチャーノのロナウドとかさいやだってすっごいかもしんないけどそれをやったらできないけどそんなに何十億ももらうことっていうなんか正直ねなんかちょっと分からないんです僕そこ考えるとえそれ何,何か意味あるのこれでみんなが元気出るからって言うけどいや俺は関係ないな全然それにサ サッカーを応応援援しししてててているるる人人人は結局どうううののおお金金でで食べかとょ野球は結局野球好きだった人子供の頃からそうだよねイチローを食べさせてるのはアメリカの野球ファン日本の野球ファンでしょそうでしょ世界中のそれはいっぱいいるからすごいんだけどその人たちどう人う人遡っていくと野球選手になりたかった人じゃん考えてみたら。で野球選手になりたかったけどなれなかった人の何かを食べて 生ききいを食べて生きてるるみたいなとところやっぱあると思うんで俺だからね変な話やっぱりその分かんないその人たち応援してるからいいっていうもちろんいいんだけど不思議なもんでじゃあさ父さんの人もう何,の何をやってんだろうっていうとまあ演劇も全部そうで何やったよコメディももうバイオリン弾くのもでもまあなんかその素晴らしい気持ちになったってあるんだけどなんかその僕思うんですよそんなに偉くないよっていうね全体にうん。 でまあ、登山の人でも僕は今日新鮮だったのは「賞欲しいんだな」っていうわかるでもただそれはだからそこに山があるからじゃないじゃんやっぱり賞も欲しいじゃんかっていう普通の人間でもあるっていうことはまあ好きですだから今日こんな風に言えてちょっとすっきりしましたなんでこんなにスポーツとか登山にかみついたかっていうと今の演劇の稽古はくっそきついからですよもうやって当たり前みたいなもうなんか今日最後までやれたらすごいことですよこんな立ち稽古2日目で。 ねえ20分のシーンをつまずきながらも最後までもう普通のシーンじゃねえんだよ大道具と役者が分けられてないんだよ大道具動かしながらせりふ言ったら息も切れる集中も切れるだろう目の前で人がバンバン通り過ぎんだぞで最後までやって「はいお疲れ様までしたねしっかり確認しておいてください」えー「えっよくやったとかないのすごい!」とか「よくやりました!」とか言ってくれないんだみたいなそんな甘えた気持ちからね今日は僕ニュースを見てて。 やっぱちょっと変だなって思ったんですよね。そんなことちょっと言わしてもらいました。ねえ、でも,もう本当それがどうしたってシェルパーの人すごいよね。シェルパーの人の方が重い荷物担いでんだよ。その欧米の登山家よりすげえパーティー行くんでシェルパーの人のが先にこっち出すって言ってんだから、その登山家よりシェルパーの人すごいでしょってうそれ思うよねマジでね。うん。で、まあまあすごいことやってんねこれ。 俺のいつか登山の話聞いてよあのライブで話すからあの絶対面白いからこれ本当に俺の血の出るような話ね。もう10年ぐらい経ってるけどまだね怒りが湧き上がってくるんですよその松村君とあと演劇界ですっげータフな、えー、2人組がいるんですよね佐藤拓之君っていう、えー そうする芝っていう劇団の人、この人もストイックで空港から新宿まで平気で走る人なんですね。あれだもう一人は今なら高木さんっつって昔はハイレグジーザスっていう体を張ったやばい演芸をやっている人で、まあ今はえー、ご自分でお芝居書いたりして今回カムカミ人間で共演する人なんですよ。この人ワタクなんです。釘を踏んでもね笑ってんですよね素。素足で稽古するから釘を踏んでする。えー、大丈夫かって大丈夫ですよ。 ライスって言ってて言大丈夫ななんんでですすよよだかからねよくわかんないですそういうバケモンとやって今回そういう人も芝居出てるってことでちょっとお伝えしたいとちょっと思いました「カムカム」絶対見てほしいよもうおかしいんだから普通のことやってねよく俺やれてるし俺54歳であんなことやってたら本当俺ショーが欲しい何が言いたいかって俺もショーが欲しいよもう総力戦やってる俺ねショー人生でもらったのが「 2回あるんです一つは小学校4年生のと5年生の時に描いた絵「あのほら男爵の冒険」っていうそういうなんかラジオでラジオっていうかこう校内放送で話を聞きながらそのことを絵に描いてこれもね見残りで結構してる僕あの描いたのもうみんなが下校してんのに絵を描き続けてサッカー部の練習も行かないで描いてやったら人知れず撮れてたんですだから僕感謝してる本当にそんな人が褒めてくれることあるんだと思ってで、ねえー、春日井市の「 えー、市役所に張り出されててさ夜遅くなるぐらいのバスでさ母親と一緒に行ったらさ隅っこ飾られてて誰もいないんだよでも俺嬉しかったなあのショーどんだけ人のこと褒めてくれる人いるんだと思ってなんかすごく嬉しかったの覚えてますよ「ホラ男爵の冒険で」で今でも構図覚えてるもんなんかこの、えー、となんていうのかなイカダみたいなの組んでそのイカダがさクジラのさ口の中入ってくってるから俺ねこれねただ書き上がったんだけど納得いかないでね空をね怪しい色にもう一回塗ったのよごめん覚えてんだ人を褒められたこと。 分かかーっって言いたい,のいいいたの。のな、そのノーベル賞と一緒にしちゃってでもう一つ僕が褒められたのはねあの賞をもらったのがねそだいぶ経ってからもう40過ぎてからですけど、えー、2015年にカナダのウィニペグっていう町があるんですよ、えー、フェスティバルやってましてそこでコメディーをね僕持ってってストーリーテリングってってって僕が英語のコメディーと格闘する一部始終「えー、英語の水車と戦う」ってタイトルがね「そのカナダ」 フェスティバルツアーっっていうの僕行ったんですねそれで、えー、タイトルが「ジャパニーズ・サムライ・ドン・キホーテ・チャレンジング・アゲンスト・イングリッシュ・ジャイアント・ウィンド・ミュルズ」ってもう一番長いタイトルだったから僕だけタイトルプログラム3行載ってたんですよね。3、う、行、ん。でこれがさ、まあ、僕ねちょっとユニークだって日本から来る人はあんまりいなかったんです。矢野美さんっていう人と僕と2人だけで矢野美さん。で、えー、矢野美さんはもうすごいクラウンなんですけどいつか見てほしい。矢野美さん本当すごい人なんですよ。 えーと向こうのアメリカのシアターサイトっていうのがあってそれは普通に普通に本当にあのシカゴとかも出る個人部門で2位になった人なんですけど日本で全然報道されないんですその人に紹介されて僕行きましてねで僕のやってることちょっと珍しかったみたいで英語も変わってんのにあいつ無理やり1時間喋ってるとか評判になったから各地で「お前さ絶対賞取るよ」って言われて最後まで取れなかったんですよ「嘘じゃん」と思ってものすごいへこんで,でまた。 定番のやつが取るわけだよ。ニューヨークから来たアメリカ人の,あのフリンジフェスティバルレジェンドって、俺と同い年の今でも思うマーチンってやつがことごとく取るからさ、俺もうふざけんなと思ってたら、最後、ウィニペグって街っすよ。えっ、ー、と、世界で3番目に大きなフェスティバルかな ?4 番目か。カナダで、えー、2番目でかいもうね、えっ、ー、と、その街の人の自慢がね、えー、地球最低気温っていうのが自慢なんですね。<laughs> 夏の間だからね、7月いっぱいフェスティバルやってもみんなが、街のみんなが、 コカゴーラのボタほんでる兄ちゃんもね僕そこでね満場、えー、の人たちの拍手の量で決まってマーチンってやつを押しのけてこれがうれしかったですねマーチンがのやったフェアプレイで「広志の方が優れてると思うよ」って言うんだけどお前そんなこと持ってねえだろみたいなフェアプレイなんかフェアプレイ仮面みたいなやつでで俺、ね、マーチンに勝った時マーチンの前で「イエーイ!」ってやって。 嬉しかった僕すげえ褒めてもらったあのショーの嬉しかったことなもうだってカナダなんだぜウィニペグなんて一生行かないと思ってたのよ行かない知らなかったろウィニペグってあそこからウィニー・ザ・プーっていう熊野プーさんっていうんできたのウィニペグいい街だよもう俺はさあの街だからアナザースカイでったら俺あれを紹介するねあそこだもんエジンバラ紹介しね俺ひどい目に遭わせやがって毎年って思ってる <laughs> すごいうしかったなでその なんかね批評家賞をもらったんです批評家賞のね賞がね「いや今度見せてあげたいですよ」普通の賞状じゃないですトロフィーをね批評家が自分で縫うんですロバの縫い組みこれ持ってますよ今でもその時ツアー回ってたからもうトランクに押し込んでこんな曲がっちゃってますけど宝物っすよねでその批評家のなんかチーフみたいな人がさこう,うわわってこう今でも覚えてるわ大柄な方でさ街で俺に会ったら「広ろし!」って言って「私が推薦したのよあなたの賞を」って。 英語で言ってくれて、なんかその表もね。すっごい俺嬉しかったんですよね。なんかねフリンジっていう。あの要するに周辺って意味の真ん中じゃないよ。端っこで挑戦するんだよ。って意味なんですね。で、フリンジカナダのフェスティバルあこれありがたいと。とうちの奥さん持ってきた。これなんですよ。これこれ僕のあ映るこれこれがね。見えますかね。ああ、ちょっとこれもうあれするわ。登山家の人消していい？ ちょっとついいてかかれないからこれちょっと見てこれ,これがね「ロバのぬいぐるみ」でこれ僕はねあのもらったんですよねこれみんなが欲しがるんですカナダのフェスティバル回ってる人がこのジェニーズレビューってやつで2015年ですよねジェニーズレビュー曲がってるでしょちょっと首かしげちゃったの本当はね首かしげてなかったのあまりの俺の扱いにん疑問だなってなっちゃったのこのロバちゃんがね俺大好きなのこれね僕に勇気をくれた何のゆかりもない町で。 僕のことを評価してくれたちちっちゃななですけどねでなんかヒロシの,あの調整を見てる英語は癖があるがこのチャレンジに賞を上げフリンジに賞をあげないでフリンジスピーチを何に上げるんだって書いてくれてえ人間というのは所詮ねえねどんなに違うと思わされることが多いが結局理解しないヒロの賞を見ていると能天気かつ絶望的なえチャレンジを見ているとっていうすごい書き方なんですよ。それを見ててたらえ人間といいうのはのは違いなんて 皮膚の皮の色一枚ぐらいのものだと思わせてくれるそういう賞だったって言ってくれて僕ねもう本当にこの人もう本当抱きしめたいねっていうかミニペグ大好きですで僕の中で、えー、とこの「よく頑張ったんですねこれは」本当これはよくやりましたっていう賞なんですよ。その後、えー、カナダで受けた賞をエジンバル持ってって昼誰も見に来ないし。 酔っっっ払いいいいが来てやじるっててうううももう度違い扱いを受けたことも忘れられらませんねね、えー、のはです、ね、僕これこのこと今急に思い出したんですけど今日そんなこと話そうと思わなくて、えー、みんな賞欲しいのかや何だ、ねね、頼りにええね自分のやってることに自信ねえのかって言いたいような気持ちもあったんですね結末分かんなかった今日ねでその、まあ、ノーベル賞も確かにそうだしノーベル文学賞なんてよく分かんないじゃんいや取った人も悪いるけど正直分かんなくないんだって。 価値観違うんだから国によってインターナショナルに本当に伝わってるかどうかわかんないすごくあのやっぱり恣意的なものもあるじゃないあのそれは日本人でも撮ってる人いますよだけど分かるのかなっていう日本人のその美意識みたいなもんがあってで取れたからって嬉しくなっちゃうのはありなのかなあ欧米人に褒められたとかいろんな僕は屈託があったし例えばトランプ大統領が平和賞を取るようなこともありえるしまあオ雄バだバっておかしいんじゃないかといういあるしまあ ちょっと疑問はあったんですけど今日の登山家の賞もねでも結局やっぱり本当に評価してくれる人からもらった賞っていうのはね嬉しいもう死ぬほど嬉しいねもうこれは俺の最高の。 だからもうごめんなさいちょっと最初と言ってることはめちゃめちゃ違うんですけど能天気かつ絶望な男絶望的なトライアルを繰り返す男ねちょっと面白いですよその本当にうまいこと言うなと思ったの能天気かつ絶望的なトライを繰り返す広志清水という男私は忘れないってなんかすごくない <laughs> マッドマックスの終わりみたいじゃないその後私たちはえー、っとね凶暴な 暴走集団から逃れてて新しいいを築いて私は大人になってからそこの族長となったあの時以来マックスにはマッドマックスには会っていないみたいなねワックスはそこに安住の地はないんですよ俺もあ「ウィニペグは俺の安住の地じゃないんだな冬は死ぬほど寒いから俺無理だし」と思ってね、えー、本当に素晴らしかったです、えー、もうありがとうございましたしか言わないよギリギリまで戦ったらね意見は揺れるもんですよおめでとうですもう本当に力尽きました今日。 もう何かを僕が格闘したかねちょっとね今日の皆さんのコメント読ませてもらっていいありがとうねあ今のうちにさ今日初めて訪れた人でさまだやってない人チャンネル登録といいねとしてくださいありがとう皆さんね、えー、白岩さん、えー、泉さん、えー、中山さん本木さん真子美さん水木さん文江さんか野またさん加藤さんロゴダウさんね えー、皆さんどうも三浦さん依田さん千恵美さん圭さんいやーまあね天田さんもありがとうねこれはねそうなんですよねもう登山家だけどねやっぱりそれはすごい山登ったってことはあるだか登るなよって思うんですけどいまだに思うんですけどまあちょっとでも僕嫌いな人たちではない、うん、だから本当思ったけど堀エモ門みたいな人俺本当にどうかと思うのよ。 それインコさんと話したんだけどそ前さあのほら餃子屋さんに行ってさ難癖つけてそこが結局閉店に追い込まれるみたいなことをやる人間って本当に嫌いだしじゃあどうしてほしいって言うともう本当にこの世にいないでほしいみたいな結論になっちゃうからネタにできないってインコさんが言ったら気持ちわかるでもこれはネタにしていきますやっぱり違うと思うので。 で本当に笑いながらネタにできるのってやっぱり自分の好きなものなんですよね。僕はこういう登山家みたいな人って本当何考えてんだよ頭おかしいんじゃないのっていうのはもう演劇でいうと最高の褒め言葉ですからコメディーね頭おかしいんじゃないの本当に最高最高、えー、でもやめろっつったってやんだろうなでもやめた方がいいよ登山家をとやめろって言うとね燃えちゃうから本当にね変な人たちにな危ないからやめろ危ないからやめろ何みたいなもう何言っても無駄なんだよ。うん でも本当に命だだけけは気をつててください思いっ思ますね。僕、賞欲しいです。登山の話、今度するよ、本当に。登山の松村がひどかったっていう、もう冷酷、この上なくて自分も足くじいてた、ざまみろっていう話なんですけど、松村君、時々見てくれてるみたいでね、えー、多分これを見てねは、その程度ですか、みたいな、明日また演出が厳しくなるんでしょう。明日稽古休みだ。<laughs> 休み、<laughs> あの辛い稽古が休みだ。<laughs> その代わりりライブがあります。す。お知らせです、えー、10月6日、明日、そうだ、今からね、ネタをやっぱり見てもらうで、整えたいね、もう明日楽しみだよ、俺もね、久しぶりのスタンドアップコミュニティライブ生で、横浜の若葉町ウ府、フ、言えた、ね、若葉町王府で、洋府だって駄目だ、<laughs> なんで俺を養ってくれる父親なんだ、<laughs> まあそんなようなもんです、藤戸箱さんは、えー、若葉町ウ府フでやらせてもらいます、7時半から。で、明日なんだけど、まだ、えー、っとちょっとね、お席がありましてね。 えー、5席ぐらいありますからあとでまたこれ告知もさせていただくツイッターとかでもしますしね、えー、でもう、えー、当日来てくれたら入れるあちょっと今どちょっとまだ軽々しい発言を避けてみたいなうちの奥さんがまた怖い顔して今「ウォーキングデッド」を見ながらこの近くでウォーキングデッドに溺れてる人がいて「俺は俺で一生懸命これやってて」っていう何なのかな人間ってやっぱり一人一人なんだなって思わされますねウォーキングデッドドキドキヒーッとか声が聞こえてくるんですよ。もうそれはイクションなのにね フィクションなのに、ウォーキングで、本当に死んでないのに、ゾンビなんて本当にいないのに、もうあんなに夢中になって、もうね、でえ、そうです、えっと、ちょっと、えっと、申し込みのアドレスなんかを、これ、ここに打ってもだめ今は打ちますよ、ここにね、もし明した、鍛えあ全然違うね、え、人がいたらね、えー、来ていただけたら、これさ、生で打ってるってことなんで、でなんでかっていうとね、これ、終わってから打ってみたらね、これ、あとね、消されてんだよね。 YouTube の小人たちが、キュッ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 って、魔法の小人たちが最後に消しちゃってる、ね。こちら、こちら、らで予約できますよ。ってことです。できやすいようになっちゃって許してください。ということでね、明日も猛烈にやりますしね、えー、明後日稽古あるんですよ。もう殺される。助けて、もうプロテインめちゃめちゃ飲んでるよ。 どれだけ筋肉が傷んでるんだっていうことですよ。もう生きて帰れるのかな。とにかく明日のサンダーコミュで全力でやってさ。夜セリフを覚えるよ。息、ね、子 <laughs> セリフがよ。あんな走りながら出てくるにはどんだけ骨身に染み込まなくせきゃいけないんだって言いながら楽しそうなの。登山に行ってるよね。演劇のまたひ広めにあんだな。息子みたいな。俺もおかしいんだなきっと頭なと思いました。皆さんどうもありがとう。えー、っとまた、えー、清水宏のね。 えー、屋根裏明日あ屋根裏のお知らせごめん明日ねちょっとね横浜から帰るの遅くなるから12時からにしていいよ明日屋根裏ニュース2424、えー、24にさしてください、えー、お願いします三田ちゃんなんですけどねごめんね三田ちゃんね、えー、ちょっと今ねもう一回ネタをすごく鍛え上げてからまた来ますっていうふうにちょっと三田さんはとか終わりがけに言うなよ急に。 触れないようにして、ね、三田ちゃんに聞いたの「ネタできた」っつったちょっと今のはネタではまだまだ私もうちょっと磨いてきたいです」と言うんで「ネタができたら連絡ちょうだい」って言ってあるんで僕のところは本当にすごいでしょ本当にあの学校から認可を得てない寺子屋みたいなところ僕自身先生の資格はないっていうね僕自身卒業してないのに寺子屋一緒にやってる一緒にやっていこうぜみたいな今日の科目は何ですか自由みたいなねそういう寺子屋ですからね。 みたちゃんも俺も同じで明日24ね。明日書いとこう。屋根裏は24時からです。明日は。ということで皆さんありがとう、えー。ちょっと今日話しながら勇気が元気出ました。はい、これ僕の宝物です。ジェニーズレビューでもらったやつです。ちょっと曲がってます。これはもう一緒に折った、えー、戦いの傷みたいなもんだと思ってます。ありがとう、ありがとう。名前はですね、まだありません。では、さようなら。 えー、明日もし来れたら、えー、10月6日明日、えー、若葉町洋夫で洋夫だって、えー、清水義之のスタンドオフコメディー復活戦待ってますどうもありがとうございました皆さんさようなら。